学校行きたいって言ってたけど学校好きなんか、一回行ってみんのか、全部行ってみんのか、学校行きたいって言ってんの真に受けんのか、逆に音楽とか行ってみろって手は手やで、で音楽とか これ行ってみて、結局一回何かわからんか、これ行ってみるわ、絵画教室行ってみるわ、で絵画教室行って金はちょっと今余裕あるから、これでもし魅力とか上がるんやったらそれはなおよしやセルの感染携帯前みたいな、なんか胸もう向いてへん感じしてるけど、センスと知力やねんて、向いてんのかどうか分からへんな、好きやけど向いてないパターンやったら、ちょもう一回試していい ?31 やろ、もう一回それやったら音楽やけど、あ出たこいつや、あかんゴミ上がるけど上がんねん、上がんのは上がんねんけど、ごめん大好きやねんて、いつでも歌を歌って暮らしたいわ、でもゴミかも、どうしよう、ダンスなんかな、やっぱダンスしかもうないよな、だって結局魅力は上がらへんかったから、でも一回鉱山入れて、鉱山のストレスでもう厳しくやん、なんかもう一生厳しくせえへん俺って決めた、人に厳しくせえへん俺、これでどうかやな、あ今日気合入ってんで、これでまだ全部上がるやんな、いやーやもう鉱山、いやーでも鉱山ずっとする意味もわからへんしな、金貯めて金のはけ口ないもんな、使いどころがないしな、いやーこれお前終わってるんちゃうか、ストレスこれ消すか、マジ夢も希望もないやん、うちの家庭に、いやーどうしよう、いやでもまだ3年目か、いやダンスしかないな、いやもうほんま最後の1年にかけるしかないで、でも仮に俺これ今ダンスしだしたらもうマジで止められへんと思う、ダンスずっとするぐらいの勢いで、まあちょっと違うやつも入れる時あるやろうけど、入れないと、いやもうほんまに鉱山ダンスで行くしかないんちゃうかな、これでどうや、スタミナ300やろ、いやでもダンスが一番上がるな、やっぱ向いてるか向いてへんか分からへんけど多分ダンスやな、断線鉱山しかないな、これで一体全部上がるわけやん、ストレス以外は全部上がるわけやん、これ2年しかない、これ2年し続けるしかないわ、ただな収支が合わんで、ここでマジで菅ちゃんが800引いてくれんとギリギリやろ、ここで回復が入んのよ、だから回復が入るとお金がなくなるからダンスやろ、これでまた回すやろ、ナイス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 、その銃がものすごいでかいね、その銃が積もり積もってもしかしたら休まさんでもあんまりいけるみたいなことがあるかもしらん、これで気力も増えていくから多分成功率は上がっていくはずやね、200に乗ったら大きく変わっていく可能性はある、220、240、260、おお働いてる働いてる働いてる、半分以上働いてる、半分 OK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 、 いや可能性はある、これ2年やって600じゃん2年やって600そこそこかな、でその頃には気品が300言ってたら、あほら人前で踊るのは楽しいねんって、お父さんも人前で踊るの、お父さんは人前で踊らへんねん、お父さんはそういう恥ずかしいことしたくないから、ここで優しくで、はなんでやねん、なんかイベントでごっそり上がるとかじゃないと、ちなみにお父さんの誕生日今何ももらってません、魅力27の気品25か、ふむ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 、ほんましょうもねえ女ルートなるかもしらん、いやでもなこういうパターンはこういうパターンで見とかな分からへんで、このパターンをクリアしとかんと、その次の初動もしこのあこれもしかしてしょうもねえ女パターンちゃうってなったら動きやすいやろ、あ鉱山やってできるやん、それがないから今はまだん、ああ誕生日なんや、もうこもこもスマイルしかあげられないの。
で気立てが上がったけど、いやこれでどうかやな。いやもうほんまこの繰り返しでどうなるかやで。でもこれでプリンセスになったらすごいよ。これでプリンセスになったら、ん？やっと仕事も終わりだわ、疲れた、来たら配んよ。でもびっくりしちゃった、お前今のタイミングで聞くことをこの収穫したでなあ、ハエ？いや無理や無理や、お前一番知ってるやん、無理や。なんかボーナスとかくれへんの？親方、菅ちゃんも渋いし、はあ？嫌になっちゃうな？やねんけど、こっちが、え？あ、菅ちゃん頼む！ 800 来い！わお！今年はなんか随分たくさんですね。違う、お前それ麻痺してしもうてる、ハエ。お前が麻痺してしもうてるだけやねん。少ないねん、それでも。行商人来て魅力上げるか。もう厳しくや。お。え？いいんか悪いんか分からん。気力がな、200いった方が成功率上がんのかどうかな。そこ結構重要やね。それで上がるんやったら行商ムーブ成功ってことなんだけど。ん？近頃気力が充実してきて、あー気力200乗った？あーいいことや、気力いいことや。あ当てたんちゃう？ナイス120、あと120や、乗れ乗れ、よし。え？え、なに今日俺星座占い12位やった。今度はもう一回鉱山できる。また鉱山行ってるだけやないかお前も。さっきからお前ただ鉱山行ってるだけや。鉱山行く女ってだけ、もう何のプリンセスでもないわ。ん？そんなんこうてどうすんのお前、まず何これ、どうする、これもういいよ、あげるよあげるあげる、何それ。あいいやんいいやん、あいいわいいわ、わからんけどわからんけどいいわ。それでトレース減らして、そうそう、これででもトレース減らすのは でかいね。トレース減らしてまた働いて働いてっていう、もう最後まで働かすかな。もうあと何年、あとようやくして4年分全部鉱山ってことかな。もう全部スケジュール組む、逆に今何年働いてんねんお前、自分らより働いてるんじゃん普通に考えて。だってそうやろ、約8年、あ私って悪い子だったわ、これからはもっと素直でいい子になるわ。え、うん、なるほど。え、ほんだらもう鉱山ちゃうやん、ほなもう鉱山ちゃうかちゃん、うわほなもう鉱山ちゃうかやん、なんやねんそれ、何にもかもうまくいかへんやんけよな、全部計算合わへん。もうほんだこっからダンスやな、こっからダンスみたいな。もう2000集めてもあいつはこうへんねんな、ほんで中国人こうへんねんな、だもうダンスやな。ほんならもうここでまあ上がっ、あーでも上がり幅やっぱりちょっと違うかもしらんな、魅力の上がり方ちょっと増え幅が多いような気もしないでもない。これあと20回いける。ほんでトレス44トレスで挨拶したらどうなる、気持ちいいね、おはいやろ、気持ちいいね。あ今のででもなんか上がったから、トレス3級やったら、トレス3級やったら、あちょっと待って、やっと、え、や、あ来た、これディープまで来てるかも。じゃあこっからまくったらでも相当やで、相当やと思うで、こっからまくったら彼女できるで。いやほんでスタミナも上がってるのが地味にでかいんよこれ。実はこのダンスで地味にでかいのはここのこの魅力とスタミナが上がってるから、ここの大会も同時的に狙えるっていうのが。ハロー、おー なんや声がやこいつ。ねえねえミミさん、はい、私はチャーミー、同じダンス教室に通ってるの知ってるよね、知ってんの。へえ、私ね今日まで自分にふさわしいライバルを求めてきたんだけど、あなたってば私のライバルにジャストフィットって感じ。うん、ライバル
そう、ライバル、そんなわけだからこれからよろしくね。ライバル？何なんだろう。お友達ができたみたいですね。ラッキーじゃん。ライバルや言うてるやろ。右手しか見せへんよ。ほら、見て。これ。ちゃうねん、自分の手じゃないな。ブーンや。ブーン、左端、ブーン。50点満点で29点で、次が50点満点やって。あ、79点や、ほんなら違う。困んな。もっとうまく踊れるはずなのに。も、うん。あ、チャーミーは85点やなんて。あ、ふざけんなよ、お前。あ、ちょっと嫌な言い方。あ、でもストレス減った。あれ、チャーミーに勝ってなんかあんの、ほんで。まあ、ストレスが52やから、なんかこの子あんまりスタミナがな減らへんねん。スタミナちゃうわ。あの、ストレスが、ほら、ストレスが全然、ストレスがでんでんやねんやん。チャーミーには勝てるやろ。もうこれダンスばっかりしてチャーミーには勝てるよ。これ、どれ、これほら、これほら、組手争い、これ今。組手争いしてます、うちの子、ほら、これ。袖欲しいな、でも。うわ、遅いわ、お前くんの。遅い、マジで。時差。で、何買うかやな。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございます。よろしければね、ゲームの動画とかね、生放送とかそちらでお会いいたしましょう。それでは皆様、本日の一日、お疲れ様でした。